石巻市では先ほどから震災で亡くなった人たちを悼むイベントが行われています。石巻南浜津波復興記念公園内に設置された頑張ろう石巻の看板です。会場では亡くなった人たちを悼む灯籠が灯され、 3.11 追悼の文字が浮かび上がっています。今日は震災で家族を亡くした人や石巻で活動していたボランティアらが訪れ、犠牲になった人へ思いを馳せています。県内ではこの後も各地で追悼の催しが行われ、一日鎮魂の祈りに包まれます。